女子アトム級45キロリミットです。赤コーナー赤いグローブ U、 これがプロ11戦目、こちらです。ネクストレベル渋谷所属、対しては浦部光也選手が代表を務めますアロンザアブレイズ所属、これがプロ9戦目となる松谷。パヤーフォン選手が見ています。石川さん、やっぱりパヤーフォンの何を考えているかっていうところは大いに気になりますよね、はい、そうですね、ね、パヤーフォン選手もね、まだまだ若いですし、まだまだ伸びる選手ですからね、はい、ちゃんとこのこういうねタイトル戦線に近づいている選手をちゃんと見とかないとね、はい、その K-1 王者パヤーフォンのタイトルに、まあ、いち早く挑みたいという思い新たにしているのが松谷。青いグローブです。前蹴りで中島選手、やっぱりパンチの選手多いですもんね。それに対して松谷が蹴りでとアピールしてるんですね。そうですね、松谷選手も同じ空手出身 で、 そうです、ね、本当に小さい時から知ってるんで。あ、そんなに、はい、松山選手もそうですし、松谷選手もすごい頑張ってほしいですね。あ、松山選手はすごい KO を見せてくれましたもんね。女子ではどうかという松谷、これもまあ同じ先ほどと同じ高身長とちょっと低めなので、どういう戦いになるか楽しみですね。2人が8センチ差あります。松谷が青いグローブ160センチ、やっぱり石川さん、こういうところも160センチという圧力あるんですね。圧力あります。あとね、優位選手はとにかくもう筋肉がすごいですよね。本当にもともとアスリート上がりの選手なので、陸上競技では中距離全日本インターハイ出場してるんですよね。そうですね、はい、体の、ね、軸も強いし、はい、ね、あとね、荒っぽく使える性格も持ってる、そうですね、そこどれだけ冷静に、はい、松谷選手が戦えるか、ね、さあ、お二人の皆さん、ユウ選手は赤いグローブですけれども、美容室のオーナー兼アイメイクアーティストなんて顔もありますですね、先ほど見てびっくりしました。そうでしたか。やっぱりそこは目引きますもんね、どうしても。ですね、両立されてるってことですもんね。完璧にそうですね、うん、で、まあ、自分のこの戦う背中を見てジムの方にも、うん、まあ、こう追いかけてきた後輩が増えてきたなんていう、そんなバックグラウンドもあります。ファイターはそういうね、はい、背負うものが大きくなるとね、増えると強くなりますから ね、 ね、覚悟が大きくなると思います、ね、ストレート伸びてくる、力強くなりましたね、優選手、今まで以上に。さらにあと前蹴りもね、強くなったりとか。あ、今も冷静にステップバックから自身はパンチ。距離感は中島選手どうなんですか。そうですね、優、選手のやっぱ手足長いんで、ちょっと松谷選手がこう、はい、攻めづらそうなんですけど、その分蹴りでちょっとカバーしてるんで、はい、はい、まあ、得意の武器、まあ、一番ですもんね、やっぱり。ここもローキック、カーフキック放っていく松谷。パンチをガードしてからその後なんですが、優の攻撃も近くなってくると一気に加速してきます。ワーキック強い、走り込んで放ってきます松谷。ああいうところ見逃さない勝負強さはすごいですね、やっぱ、空手出身なんで、近い距離は逆に得意ですよね、そうですよね、はい、子供の頃ずっとやってたんで、はい、まあ、圧力負けしないようにっていう、本当に近くで本当こう どつき合いってありますもんね。そうですね、まあ、ボディへの蹴り、前蹴り一発、顔面が斜めになりました。ユー、ミドルキック松谷、これ体の軸がぶれながらも蹴り技放っていきます。第1ラウンド時間がない、お互いの良さ、さあここからというところで第1ラウンド終了です。いや、渡辺美奈代選手、女子の戦いどう映りましたか、この3分は。私選手になってました今。失礼しました、たまにやっちゃうんですけれども。美奈代さん、ごめんなさい、はい、大丈夫です、はい、なんかでも私も一緒に戦ってるような気分だったのですごくありがたいなと思いましたけれども。こちらこそありがとうございます。いかがでしょうか。ね、でも何でしょう、はい、空手をやってると近くに行く方が強いということは、ユウ選手はその距離感をよく考えて動かないとダメってことになりますよね。そうですね、ユウ選手は逆に詰められないように、まあ、手足長いんで、うまく自分の距離を作っていく方がいいかな。でもユウ選手キックが得意なんです。そうですね、それを生かした方がいいってことですかね、はい、じゃあ多分走ってたのもあって、多分蹴りも鋭いんで、さあこれ今浦部光也代表がリングインして青コーナーはアドバイスしていました松谷サイドです。松谷から見て次につながるような試合がしたいというこの一戦、いやいやちょっと待てと、私もまだどれだけできるかわからないけれどというのが優です。背負うものは多くなりました。
石川さん言う前に出てきますね。出てきますね。その圧力の強さに対して、あの松谷選手のこのフィジカルの強さ、体格の強さを僕はすごく注目してますね。もっと見たいです。身長差があって、はい、前に来ても触れないですよね、はい、そうですね、はい、8センチ身長差がある中であれだけ前に圧力かけられると、はいね、押されたり崩れたりするんですけど押し負けないですもんね。そうですね。だから空手手だってところの前に出る圧力の強さっていうのがあるんでしょうね、はい、中島選手はももへの膝だったりお互いありますね。そうですね。こう今ボディとフックを優選手が見せたんですけど、はい、そういう結構上下にパンチでも上下打ち分けそうですね、はい、これかなりいいと思います。溝打ちのあたり狙ってきます。松谷もそこからローキックを、今ちょっとこう足首返すように縦蹴り気味に出しましたね松谷。でもやっぱりそこは中島選手優がこう本当に圧力強いんですよね。そうですね。松谷選手も多分体相当強いんですけど、はい、優選手の方がやっぱ勝ってますね。まあ、しかもその身長差というファクターがあります。ホールディング両選手口頭注意1です。まもなく残り半分の第2ラウンド中盤戦半分に差し掛かっています。松谷選手としては蹴りをね、はい、きっかけにつなげていきたいところなんですけど、それをねさせてくれない優選手の圧力、はい、体の強さっていうのがね、ねこの、うん、松谷選手の連打を許さない要因ですよね。今松谷サイドにこれセコンドに中島選手ついていたとしたらどんな声かけますか。そうですね、もうちょいやっぱちょっとローで削っていった方がいいかもしれないですね。パンチやっぱ当てに行こうとしてるんで、はい、ローキック何2回連続とか。そうそうそう、バックブロー合わせる膝、今も2発ありましたね。そうですね。蹴りでもうちょい行った方が、はい、自分の距離になるかなと。まあ、より丁寧にってことになってくるんでしょうかね。こう少しまあ、変則的なリズムでガンガン入ってくるのが優、それにちょっと手を焼いているのか青いグローブの松谷。お互いオーソドックススタイル、前蹴りミドルキックローキックを返す松谷。ここはステップバックからの優、あらをこれ突き刺すようなパンチ、ね、やっぱ蹴りから、蹴りからが絶対そうですね。松谷優コーダーは左ミドルキック、さらにインロー右で放ってくる。前蹴りの距離が長い優、あと15秒です。まっすぐ強いですよね、前蹴りにしても、はい、ストレートにしても優選手。そうですね、そういうところから飛ばしてくるのがあれはどうしてもなかなかね止められちゃいますね松谷選手が。で松谷がなんとか回ろうとするんですよね、はい、そこで展開を作っていきたい中、第2ラウンド終了です。いやいや美奈代さん、もし採点するとしたらどんなラウンドでしたか。これもまたどうでしょう。息詰まってますね。もう女性のはちょっと辛いですね、見てるの。でもどうなんですかね、優、はい、選手の方が、はい、あれなんですかね、何かこう前に前にっていう印象はありますよね。ありますね。展開としてはそうですね、流れとしては優選手が松谷選手がやりたい戦い方をさせてくれていない、させてもらえてないっていう展開ですね。それだけ優選手の圧力が強い、はい。中島千尋選手どうですか。そうですね、優選手ここからちょっと攻められて嫌そうだったんで、3ラウンド目遠い距離からの攻撃が出してくれた方がいいですね。こうやってセコンドの声見上げてうんと答えていました赤コーナー優。さあ青コーナー松谷キラ、共にこの階級のクラッシュ王者菅原美優との対戦歴があります。赤いグローブ優が出てきた。パンチこうやって本当にこう槍棒でつくような石川さんパンチ、ね、そうですね、あれはリーチを生かした、あとね自分の強さも生かした有効な技ですね、はい、前蹴り松谷強い。でも右のストレートからどんどん前に、あえて気の強さもいいですね、優選手もブレイクを待たずに先に殴ってしまう、はい、ルールの中で許されている有効な戦い方ですね。まあ、今ようやくレフェリーが割って入っています。これやっぱり開始から30秒過ぎましたけれども、中島選手松谷はちょっとまだやりづらいままなんですか。そうですね、やっぱ前蹴り遠い距離から前蹴りとかパンチ伸ばされると入りづらそうですね、はい、そうですね。ですからその位置ですよね、松谷気になるところです。まあ、どのあたりから攻撃を設定してくるのか。リング中央トロコス優前蹴り、うまいですね、顎を捉えましたね、はい、
今度は松谷にホールディング注意です。1分10秒経過しました。最終ラウンド、皆さんどう睨んでるんですか。え、私ですか、はい、今のすごい連続のキックがすごいなと思ったんですけど、となるとこれ U の方ですか、赤いグローブ。いや、松谷の方、松谷の方、松谷の方、はい、ローとミドル蹴り分けたのが良かったですね。そうですね、まあ、ローキックその鍵の一つとなりそうです。だいぶブレイクも多くなってきました。中島選手、まあ、疲れもありますもんね。そうですね、ここからやっぱちょっとパンチの連打とか単発になっちゃってますよね。そうですね、まあ、それでも体はこうして前に出てくるというところは言う松谷がそれをさばきながらバックスピンキック。その後攻撃の起点としたい松谷。いや、長いリーチがこうやって絡みつくようになってきます。松谷選手も戦いにくい中でなんとか突破口を乱すっていうね、はい、あのいろんな技を出しているそのうまさ、冷静さもまだまだ持ってますね。そうですね、はい、ちょっと鼻血もあるでしょうか松谷。中島選手、松谷攻撃はしてるんですよね。そうですね、ただやっぱ止めるのが精一杯っていう感じで見えちゃってて、はあ、ただお互いこの中でもいろんな技を、はい、バリエーションがすごいですね、うん、見ていて全然、はい、こうなんですかね、止まらないというか。そうですね、単調になってないですよね、はい、そうですね、まあ、両選手にこれホールディング警告が与えられています。お互いだからやっぱね、あの やりにくかったりスタミナがちょっとね落ちるというところのそういう表れですよね。そうですね、はい、ここも膝からそれを突破としたい。右フック、左膝、松谷の長いリーチ、これはやったです。あとね、20秒30秒のところでのこのね、前蹴り、はい、印象は非常に大きいですよ、そうですね、はい、一つでも多く、まあ、相手のボディ、顔面、そして足貫いていきたいところです。残り10秒切りました。必死に立ち上がって右につなげる松谷、優の前進。さあ勝負どころ、ハーフキックから左膝、松谷押して押して優、戦いは終わっています。いやいや、これも激しい熱戦となりました、うん、いや最後ね、はい、松谷選手のラッシュ非常に素晴らしかったんだけど、はい、最後ね、倒れちゃったっていうのがジャッジが印象がどう取るかなんですよね、はい、うん、そのジャッジ間もなく発表です、はい、お知らせいたします。ジャッジ梅木30対29青松谷。さあ2人目ジャッジ山根30対29赤優。ジャッジ豊原30対29松谷キラー。でもこの表情、判定は2対1スプリットで終了。微動だにせず、今ようやく白い歯がこぼれています。優を何とかしのいだその動き、松谷キラーです。これはまず腕組みしています。皆さん伺いましょうか、感想から。でも表情見てるとまだまだ違ってた結果みたいな感じもしますよね、私から見たらもう十分だったんですけどね。そうですか。中島千尋選手、はい、これ分析いただきましょうか。そうですね、やっぱ最後の攻めが良かったんじゃないですかね、こう松谷選手の攻める姿勢が、はい、まあ、本当に手数、足の数止まりませんでしたもんね。そうですね、最後のハイキックも当たってますし、いや石川さん、はい、苦しい戦いではあったと思います。そうですね、最終ラウンドのラッシュを評価されたんだなと思うんですけど、でもこれ、松谷選手勝ったけど勝ったって思ってない、はい、そのぐらい、やりにくい、はい、そのぐらいの強さを持ったのが優先者だと思います、はい、まあ、そしてその後方には空手スピリットがまだ流れているのかもしれませんね。今後に期待しましょう。松谷キラー。